ソート大学野球春季リーグ戦最終週最終日は31日、神宮球場で3回戦1試合が行われ、東洋大が3期連続19度目の優勝を果たした。この日、亜大を 9-0 で破って2勝1敗で勝ち点4とした。東洋大は6月11日開幕の全日本大学選手権に出場する。東洋大は1回、打者一巡の攻撃で4点を先取。4回にも4点を加え、上茶谷、4年、京都学園、都会の、4年、東洋大姫路、の継投で2試合連続の零封勝ちを収めた。全日程が終了し、国内クイーン大が2位、駒大が3位、亜大が4位。首位打者は中大の吉田明、4年、佐野日大、が打率4割1分5厘で初めて獲得した。時事通信社。